永瀬拓矢式将棋トレーニング、今回ですね棋士クイズラッシュをね、これ1日20回できるっていうのに昨日気づいたんで、一気に20回やったろうと思ってますんで、永瀬拓矢さんの負けない将棋という本にですね、簡単にプロになる方法ありますよ、おどういうことですかって聞いたら、1日10時間、将棋の勉強をして、そのうち2回から3回棋譜並べをして、1日10局から30局自分より強い人と対局してくれさい、これをずっと続けたらプロになりますよって言ってましたからね。おーみたいな。まあその将棋の勉強っていろいろあると思うんで、このね棋神クイズラッシュ、感覚を養うトレーニングになると思うんで頑張っていきます。ちょっとやったんですけど、まあ振り返りもできたりとかして、さあ行きましょう。感覚だと思うんで、とにかく入って今ちょっとおかしなことになる、銀引いて取るか、まあ、感覚ですからね、銀入って書くか、これ読み切るっていうところまで来てどうする、いい手じゃないような、いい手か、銀で来て、あーなんか合ってるか合ってないかっていうのを、これ10秒将棋ぐらいな感じでやれってことですよね。なんか基本でもなんか丸のイメージがあるんですよ。銀で銀で、これあんまいい、あーいいのか、基本丸にしとけばなんかこう正解率は高くなると思うんですけど、なんかそういうことじゃないような気がしてるんですよね。自分だったらその手をやるか問題だと思うんで、自分だったら、あ全然4球か、これなんか失敗したのをなんか見れるみたいな、あれ飛車が上がって最善手で、これで角で同歩って取られるけど、ん角上がったら同歩じゃないですか、でこの後がどうかってのは僕の中で微妙なんですけど、歩で上がったら同飛ですよね、この銀を、あなるほど、あ6一に銀打てってことか、なるほどね、まあ竜を取って、ただこの後取って、ああそうか、2筋のとこ、8筋のところに飛車のラインが効くから金とか打たれてもまあ一応防げるってことを言いたいってことですね。で次が歩下がる、ああこれよね、なるほどね、下がらんで横に行けってことですね。OK です、最高、直感力ね。取るよな、自分だったらその手をやるかやらないかってのが大事だと思うんで、まあローストやけどな、銀引かれて、自分だったらその手をやるかやらないか問題だと思うんで、それが合ってるか合ってないかは置いといて、自分はその手をやりそうだなってのはなんとなく、でも第一候補とかにはならないんですけど、今のは引かない、この手の意味はあんま分かんねえなってのは、角道が閉じてるからあんまいいとは思わない、もっといい手があったか、あほや序盤のところ、いや僕もそこにするなと思って、銀引いて角か、あーどうすか、一級か、これは桂で7八で取って同金に、8二竜って作れってことですよね、分かってない問題、分かってる問題も分かってないになりますけどね、あこれ飛車、まあそうっすよね、このあと香車打たれるけど、その場合は横に入れやいいってことですよね、
5五角打ち、あーそうっすね、これはこれじゃない、なんか序盤の駒組みで、あーそういうことか、序盤の駒組みでこれ歩つくのはどうですかってやつか。さあ行きましょう。でもとにかくねやり続けますから。玉龍か、まあそこに落としたいっすよね。飛できて角か、歩ってこう、で横に金出れるかな。今のは自分がそう思ったんで、自分がそれをこう同じようにするっていう風に思ったか思わないかですよね。大事なことは角引いて歩で上げる、飛車逃げる、まああるな、ダメか今のは。ちょっと後で、いつもだったら僕今の絶対やってますからね。結構これ学べるからいいっすね。管力ってやつですよね。自分がなんでそれをやるかっていうのも結構微妙なんと思うんですよ。いやそれはしないな。ああ上げますねこれ。あダメか。とがめられていただくのは。ああ時間が足りなかった。これは？引いて、ああ角か、さっき銀で上がるとかだったんですかね。これも確か、ああ8四歩かさ、まあそうっすね、冷静になるとそうなんですけど、そこまで見えてないですもんね。歩、ああ王手なって、これ上げて王手の銀取りですね。それをこの一瞬で2三角打ち、ああなるほどね。いやこれは勉強になりますね。さあ行こう。もう20回連続行ってありますから。飛車角、自分がそれをやる手をやるかどうか問題ですよね。把握するのが大変なんですけど、角ってどうかな。もうこれやるよね、シャツ出るよね、微妙だな。あいいのか今ので、思い切って捨てないといけないってことですね。あ今のは同角でしたね。角入って、まあ取って金で入りたいんですよね。攻めに攻めで対抗するのが正解なんじゃないかなって思ってるんですよ。今ミスりましたけど、今のは最後のは丸だったんじゃないかな。あーこの割り打ちの銀されたら7四に歩打ったら飛車取られるけど、飛車取られて、ああそういうことか、飛車取られて桂まで来ても角で成れるってことを言いたいってことですね。主張点は角で来て、ああ6六歩か、角交換して歩が来てっていうよりは歩打って来たら角交換してやる方が残るよねってことですね。どう、これさっき同銀じゃなくてどんな手打ったんかな。なんか見たら同銀一択っしょって思うんですけど、これあ香車打ったっすね。まあそれは角だな。さあ行きましょう。これはめちゃめちゃトレーニングになりますからね。桂馬打って、これは最初の5問ぐらい全部丸なんですよ。でもその一手を自分が思いついてそれができるか問題ですよね。だからここからノーもありえますからね。なんか詰む気がするんですよね攻めは。あいいのか、直感だよね。
違和感を感じるか感じないかだと思うんで、違和感を感じないんだったらなんか自然な手ってことだと思うんですよ、基本的に。でその違和感を感じたのが間違ってるんだったら自分で考えないといけないってことだと思うんで、ただ違和感だけだとによるか、金でこれ攻めた方がいいわけですね。攻めてで相手で金でこれでもそうか、飛車があるからか、飛車があるから、まあ、ディフェンスで利き切るし、詰めてこのあと6一引って打っちゃいいよねって形か。寄って歩成りで同金で、あ、うま、うん、同金ってきたらそこ割り打ちの銀で5一銀ってことか。横にずれ、あ、まあ取るだけでいいよ。なんで横にずれたんつけ、なんかずれた理由がよくわからない。なんか冷静になるとそりゃそうだよねって話なんですけど、じゃあまあね、まあねというか、打って飛車当てたいよね正直。僕的にはまあなんか同桂かなと思ったんですけど、続きか、5問目まで全部丸なんで、同角ってして、基本点数を取るだけだったら丸ですけど、なんか今のは違和感だな、いやー今のはちょっと握手の気が、そうか今のはダメか、なんか自分だったら、うわこういうことするから弱いんですよ。最後はどうなんだ。ちょっと竜で来て確か横にに銀を打ったんですよね。竜で入って相手が金打ってきても横にずれて。竜で入っても上で逃げれるってことを言いたいってことですか。歩できて、ああ僕いつもこれで8六歩ってして飛車で行かれるんですけど、なるほどね、これで歩って相手が同銀ってできないってことですね、角で。確かにな、なんかよく見るパターンじゃ、よく見るパターンだな。5五角打ち、まあ、よくこのパターン多いですね、5五に角を打ちましょうっていうのは。さっきこれ最善手じゃ、これ取るじゃなくて引いたんでしたよね。よう考えたら引くなんて最悪な一手じゃないですか。さあ行きましょう。桂馬行って、まあ、自然な一手ですね。歩が来て横、捨てても形を良くして主張手を残すっていうのはとても大事なことなんだろうなとそういうふうに思ってるんで、これ行って同歩銀が入っていったら入ってきたってことですよね。引くのはなんかもうちょっと攻めたい、正しい手かどうかは分かんなくても、歩打ちか、いや歩を打ちたいよね、銀じゃなくて。今のは突っ込むべきだった。割り打ちの銀、割り打ちの銀がダメってことは、あでも角で取られるからか、難しいよね。前の金を取りたい。今の
本的にここまで行くやつはいい手になりやすいと僕は思ってますけど、そっちじゃなくて右に行きたいなと思ったんですけど、2段来ました。段来たで、最善者は2四桂打ちか。2四桂打って同歩ってされたら、同歩ってされたら、あれ同歩ってされて5二香成ですよね。で同大手かけて逃げして五力成り、ああそうか、5三銀ってさせないようにってことかな。これ角引いたんでしたっけ、何だったかな、割り打ちの銀したんですよね。割り打ちの銀するよりも7四桂、そうか、同歩ってできないから下がるか上に来るしかなくて、で銀打ってってことか。なるほどね。さっきはこれはどうしたの、取ったような気がしますよね。6二香成と、まあ入られてもまあ余裕っちゃ余裕ってことですね。7三桂成、これ隠れ取ったんでしたっけ。隠れ取ったら飛車で行かれるから、これ桂成だと飛車入るから前に進めないで、ま、もし取られたとしても金を隠れ取り合いってことですね。さあ行きましょう。まあ取るよね当然。銀で、なんか横に行きたいような、まあ、引くのもありか、まあ、基本的に最初5問目ぐらい全部いいですよ。この手を指していこうぜっていうのは、まあ、分かりやすいですよね。あーなるほど、4問目ぐらいまでもあるか。やっぱ攻めには基本攻めには攻めだと思ってるんで、だけどその受け方はちょっと考えないといけない。今のは馬取りゃいいと思ったんで、手ぬるいな、銀取るよね。取られて、いや、ああやー、なるほど。どう引かったかなという裏か。今の、ああ六六飛。さっき桂で上がっ、何したんだっけ。冷静になればそうなんですよ。冷静になるや。飛で同飛ですよね。さっき同飛じゃなくて2五歩ってされてたの。そしたら後ろ下がって取って銀して3一飛車とかですかね。取って同玉に、取って同玉、で4三金とか縛るんですかね。4三、4二飛とかですかね。で4一とかで引いて、あまあ引いてもいいですね。4 2に引打って、で、あ、合駒してきたら4七で銀成を取るとか、それはいい手、悪くない手だな。さあ行きましょう。まあ、これ上がって通る、取るよね。ここら辺から
イエスとは限らないですからね。取って、そう取って角で真ん中に入っていくっていうことかな。あって。今のはいいけど。いやもう一個前、ああ垂らしてよかったか。でもいいんじゃない、取れちゃダメか。まあ角が入るからいいのか。金、いや金で取るでしょ。今のでこう角っていうのは印象づかないですよ。最後これ美濃に囲ったってことですよね。5四飛、同歩、ああそうか、角が効いてんのか。そこのところのこの角のラインのところまで一瞬で把握できるかってのは、これ2四歩で同歩ってして、あそっ角が効いてんのか。2四歩同歩同角同飛ってことですね。おお竜同馬角、これ同玉が、同玉ができ、同玉だと、そうか同玉だと金になるのか。なるほどね。そこまで読めってのは結構過酷だと思うんですけど。取って同角、取った飛車取って同角で、まあ飛車取ってるから OK ってことですかね。で4一飛、うん、さあ11回ですね。20回連続はしんどいんで、寝る午前午後で1回と分けようかな。これ同玉当然ですね。うん、これを捨てきれるかっていうのは、これが終盤戦なのか中盤戦なのかを考えないといけないですね。駒損を取るべきなのか、スピードを重視するべきなのかっていうのは。いやいや、飛車取るでしょ。この相手がこれ出してる手が、その候補手として握手ってことなんですかね。いや飛車と銀取りに行くでしょ。銀取り、まあ振るよね。あダメか。のはダメな気がする。具体的に何がダメなのかはよく分かってないです。最後罰だったかな。お、初段じゃないか。うん、4五歩同銀、いや同桂か。4五歩同桂ってきても2五歩ってついていって、そっちを進んでいきゃいってことを言いたいってことですかね。ああなるほどね。これで角を飛車に利かしたいわけですね。ああまあそりゃそうだよな。よう考えりゃそうなんですよね。角さっきこれ何にしたんですかね。こんな同角一択やんって思ったりするんですけど、さ あ一気にね20問連続でしようと思ったんですけど、一気に20問連続するよりも午前中10、午後10とか、起きて10、寝る前に10とかがいいかなと思うんで、今回これをやるんで、ちょっとねこれは続けていって頑張っていきたいと思います。